明らかに不適切と認める、大学の自主性自立性に鑑み、もう運用ちゃんとしてくださいよ。国会での答弁というのはそれだけ重いものである。今の答弁では懸念は払拭されるどころか深まっているんですね。それでより深まっている。今国会の中で様々な法案がやり取りされています。まあ、すでにこう通りそうなものもあるんですけれども、まあ、強行採決されるのではないかというふうに言われるような法案というのもあるわけです。その中の一つ、国立大学法人法にこの時間はフォーカスしたいと思います。はい、国立大学法人法、読んで字のごとく国立大学に関わる法律なんですね。で、この法人法の改正というものが今、目指されている、政府側から目指されているということになるわけです。で、これに対して主に大学関係者や、野党、一部野党などは、非常にこう反対している状況になっているんですね。で、なぜならばということで、今回の大学法人改正というのが行われることになれば、実際にその研究状況というのがより悪化をすると、またその大学でいろんなその自治、要は大学ごとの風土を守ったり、大学で意思決定するということなどが難しくなるではないかということが言われているんですね。で、この間大学については様々な、まあ、なんでしょう、こう改定というか対応の状況が変化してきたというのは、まあ、ご承知の通りですよね。はい、例えば研究費用というものが非常にこう削られているよっていうようなこと、はい、科学研究費などについて相当削られている、まあ、これは博物館とかの運営費用なども削られているんだけれども、はい、研究者などの大学運営に関わるいわゆるその基盤経費というようなものについても削られ続けている状況というのがあるんです。でなおかつ国の方針としては選択と集中という言葉を使うことで、はい、なんか目が出そうなところに払いますっていうふうに言ってるわけですよ。で、これはその学術の考え方とは程遠いもので、目が出そうって言った時にそれは何の目なのかと、稼げそうっていう目なのか、それと褒められそうって目なのか、成果が出そうっていう目なのか、それによってももちろん変わるし、大学の研究っていうのは成果が出ないことも成果なんですね。うん、言うならば、例えば、これとこれを組み合わせてみた結果、こんないいものになるかと思ったらなりませんでしたって分かったとしましょう。そうなると、後ほどの研究者は、なるほど、その組み合わせは良くないんだなっていうことを分かった上で別の研究に行くことができるんですね。あるいはその古文とか様々な例えば、文学とか、あるいは歴史資料とか、いろいろなね、発掘とかなども含めて、はい、まあ、それで何かが出てくることがあることもあるかもしれないけれども、でも具体的なその技術であるとか、能力など維持すること自体が研究上重要なものでもあるということもあるわけです。はい、で、こうした中で、今、この国立大学法人法改正なるものが一体何を目指しているのかというと、よく言われるフレーズが、稼げる大学ということなんですね。で、この稼げる大学というのは、これまでは、大学側に対して、相当程度規制されていた、大学構内の土地というもの、例えば民間企業にこう貸し出すこと、これについてはもうものすごく緩和することによって、企業が大学の土地を利用できるようにしようじゃないかっていうのは、そうしたことが盛り込まれたりしているんで、またこれが非常に大きな反対理由としてたくさんの方が挙げてるんですけれども、運営方針会議という新たな合議体を作って、まあ、大学に対して相当程度介入するということになるわけです。で、この運営方針会議というのは、学外、つまりその大学の外側から3人以上の人を招いて、その人がその経営の様々な方針に対して、まあ意見を述べていくということになるわけですね。で、これまではその大学の役員会などの議論を経た上で学長が意思決定することになるわけですけれども、この運営方針会議が入ることによって、その学長の決定よりも運営方針会議によって場合によっては覆ることというのがあるわけだ。で、この運営方針会議などを通じて、まあ、例えばその財界とかいろんな人材というものが大学に入っていくことによって大学を稼げるようにするんだっていうことが一つの目安に挙げているわけだけど、いやいや、それだとその財界的な人材だけが大学的評価になってしまうじゃないかとか、具体的な効果目標って大学にはなかなか掲げにくいもので、研究機関であると同時に教育機関なんだけど、その目的というのがおろそかにされるではないかというような様々な反発を招いているというものなんですね。そうした法案について、昨日文科委員会ではどういったやり取りがあったのか、はい、立憲民主党の柚木道義衆議院議員と森山文部科学大臣とのやり取りです。柚木議員と森山文科大臣とのやり取りを聞いていただきました。はい、今回のその大学法、国立大学法の改定によって運営方針会議というものが設立される。それによって学長以外の3名以上の外部の人が入ってくることで、運営方針、大学の経営方針に様々に意見を述べるような状況になるということを述べました。で、これに対しては具体的なその予算などについても一定の権限というのが付けられているんですね。なおかつ重要なのは、この運営方針会議の任命にあたっては文科大臣、つまり国の承認が必要となるわけです。つまり国が承認しなければこの運営方針会議にならないのメンバーにならないということは、それを国が拒否することによって国にとって都合がない人だけしか大学のメンツに入れないではないかというような状況が作られるのではないかということを今聞いてたんですね。柚木様だからこそ今回のただ議論というのが、日本学術会議の時だって任命拒否されたじゃないか、あの時だと本当に
意味わかんなかったじゃん、何の説明もなかったじゃん、総合的うんぬんって言ってたじゃん、っていうことを言って、いや明らかに不当な場合以外は任命拒否できませんというような言質を取り出したと。ただこの明らかに不当という範囲が一体どの線なのかというようなことも含めて、この法律が相当程度いわゆるふわっとした、つまり曖昧の状況にあるということは伝わるのかなと思います。こちらはまた取り上げたいと思います。1枚目は朝日新聞の社説でありますが、まあ、これ今日になって、毎日新聞の社説でも同様の問題点が取り上げられ、また昨日院内の緊急集会が今日傍聴にもお越しいただいている大学の先生方、あるいは実は現役の学生さん、さらには実は保護者の方も今日傍聴に来られるということです。まあこれ私もなるほどなと思ったのは、昨日ですね、参考人質疑で各党の先生方も非常に本当にこれ党派を超えて問題点の認識共有されつつあるなと感じましたし、何よりもその参考人のもう本当に学長というお立場の先生方ですらですね、今般本来であれば、いわゆる10兆円ファンドですね、資金調達、こういった部分についてのガバナンス強化、いわば東北大等を想定した形での法改正だと認識をしていたところ、急遽これが全部に拡大しうる。しかも今日は東京新聞のこちら特報部にもですね、これ見開き特集で報道されてますが、いわゆる運営方針会議、この存在今日通告してますが、この上位に事実上文科大臣が来て、そして運営方針会議の下側に学長が来るという運用になりうるということで、まさに今日は学術会議の関係も少し通告しておりますが、そういう大学の自治研究、そして教育、そしてこれは当然学生さんたちにも関わる、そして社会に出ていくということであれば、まさに言論の自由も含めたですね、社会全体の問題に関わっていくという中で、こういう問題法案だということをいつ知りましたかと我が党の菊田委員からですね、先生方にそれぞれ聞いたら、先生方の中には先週ですという答弁もあったわけですよね。先週ってあまりにもですね、この問題点が皆さんの中に共有されていない、こういう状況でございます。そこで私はやっぱり一つ大問題だと思いますのが、この運営方針会議の委員の任命に関わる文部科学大臣の承認の必要性、これ私はやっぱり先般の文科大臣の答弁も法律上これ担保されていないという答弁、大問題だと思うんですね。もちろんその明らかに不適切と認められる場合を除き、これ法違反ということでした。そういった場合を除いて文科大臣は拒否することはできないということではありますが、これ明らかに不適切と認められる場合というのは、法違反以外に本当に含まれないのか、大学の自主性自立性に鑑み、申し出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き拒否することはできないと整理をしており、過去の国会においてもその旨答弁がなされているところです。この考え方を踏まえれば、文部科学大臣が恣意的に承認を拒否できるものではなく、文部科学省としては大学の自主性自立性を踏まえた法の運用を進めてまいるつもりです。まさにこんな法案聞いてないよということで、今のままの法案だったら廃案にすべきだと、こういう院内の緊急集会なんですよ。政府に異論を公に表明をする、これ私たちも側聞しておりますが、例えば国立大学協会の学長さんたちもですね、本音はおかしいんじゃないかこれって思ってても、政府にはこれ言えないと、言ったら運営交付金削られるんじゃないか、研究費つかないんじゃないかと、私さまざまこの間やり取りしてきてますけど、表じゃ言えないということなんですよ。いやそう言うおっしゃってるんですよ、大臣首かしげていらっしゃるけど。従いまして、例えば一問目のさら問になるんですが、昨日のようなですね、まさに政府の今回のこの、第二の学術会議法とも言われる国立大学法人法、これ改悪案だと、どんどんそれこそ悪い方向に来ている、その中でこれがまさにもう学術会議法の今後の法人化の行方も含めて合わせ技で、まさに大学のさっき大臣がおっしゃったような自主性自立性をマイナスにですね、どんどん運用されていく、こういう異論反論院内緊急集会、こういったところで発言をされたり参加をされた大学の関係者、あるいはその当該大学、こういった方々が例えば予算を削られるとか、人事で拒否されるとか、そういう不利益を被ることはないと具体的に明言いただかないと、ふわっとした答弁では
懸念払拭されないんです、繰り返しになりますが、運営方針員の承認につきましては、大学の自主性、自律性に鑑み、申し出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと考えております。よって、本改正案への異論、あるいは意見表明を行ったことをもって、その方が運営方針委員の任命に係る大臣の承認を拒否されるということや、あるいはそういった方が所属をする国立大学法人の運営費交付金を削減することはございません。これ今重要なご答弁なんですね。重要な答弁なんですが、これ私たちとしては、今の答弁だけではまだ懸念が払拭されないんです。それはなぜかというとですね、ここからが重要なんです。まさに今日の朝日の社説にもつけておりますけども、そういう答弁が国会でこの間、積み重ねられてきた、まさに以前もご紹介をした、河村武雄文科副大臣時代の答弁も含めてですね、国会での答弁はあってもですね、あるいは学術会議の場合も同じように国会での答弁も同じような趣旨の答弁はあっても、実際には任命拒否が起こっているわけですね。そこで一つ、これは少しでも歯止めになればということで、今のご答弁重要なんですよ。初めてです、そういう答弁は。その答弁もですね、含めて、私たちは今のままの法案であれば、これは、採決はもとより法案の内容も反対ですけども、しかしですね、仮にこれ、法律が仮に施行される時が来た時はですよ、今のことをですね、きちっとこれ私も施行通知というのが、まさに現場に降りてくるわけですよ。今のような形で運用ちゃんとしてくださいよと、今のご答弁、現場に分かるように明記いただきたいんですよ。国会での答弁というのは、それだけ重いものであるというふうに思っておりますので、それだけで十二分であるというふうに私どもは考えておりますが、一般的に今のご質問でございますので、法律の施行通知におきましては、法律の趣旨、内容、あるいは法律の運用にあたって、留意すべき事項などを記述することになります。今回、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認にあたっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申し出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除いて拒否することはできない、という考え方も明記の上、周知を図っていくつもりであります。当然のことなんですね。私たちとしては、これからまさに、より現場の懸念を払拭すべく提案改善を求めていくんですが、今のようなことは当然としてですね、まさにこの朝日の社説にも書かれておりますが、この学術会議の任命拒否問題においてですね、私も当事者の拒否された先生方からも何人も直接お話もして、当時質疑もしましたが、その任命拒否された理由というのが全く説明が果たされていない。したがってまさにその当事者の方や現場の先生方は、やっぱり政府に批判的な言動、それこそ院内集会とか国会前デモとか、そういうところに参加をして持論を述べた、そういうことが原因で任命拒否されたんだなと受け止めているわけですね。これ法律上は当時も菅総理ですかね、会員の任命は形式成立的なもので、まさに今の文科大臣と同じように、任命拒否ということが、外形上はですね、そういったことに該当しなければないと言いながら、実際には任命拒否が現実に起こっているんですね。なぜこれ任命拒否が起こったんですか。説明責任、当事者やあるいは現場の方に、学術会議側にきちっとこれ説明責任を現状果たされたんでしょうか。官房長、今日聞こえてるんですかね。内閣府原官房長、令和2年10月の日本学術会議の会員任命の件につきましては、これまでも国会等で説明しているとおりでございますが、日本学術会議法に沿いまして、任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであるというふうに承知をしてございます。また会員の任命につきましては、一般の公務員と同様、その理由については人事に関することであることから、お答えを差し控えさせていただきます。今のようなご答弁がずっと続いてきたからこそですね、今のような文科大臣の答弁があっても懸念を払拭できないんですよ。それを証拠にですね、今日資料の5ページ目に、まさに文部科学行政の事務方トップである前川喜平、さんのですね、この記事を載せております。我が党の菊田委員が本会議での質疑をですね、紹介をしながらですね、こういう、ちょっとこれ大事なところなので、ちょっと引用しますけれども、
文科大臣の承認を得て学長が任命するまさにあの運営方針会議の委員ですね、この承認を拒否できるのは明らかに不適切、客観的に認められる場合とまさに今の答弁通り、しかし文科大臣自身がそれを判断するんだから事実上自由に拒否できると、これまさに当時の運用を事務方トップで行ってきた前川さんですらそういう解釈ですね、国立大学自治破壊法案とまで呼んでいる。そしてまさにこの法案というのは国際卓越研究大のまさにそのファンドのまあガバナンス、こういったもので大学を政権や財界の言いなりにする法律だったのが、まあ今回さらにその国策、まあデュアルユースとかこの間議論出ました軍事研究とか、そういうところをやる研究者や大学には予算つけますよ、研究どんどんやってくださいよ、そういう形になる自治を破壊する法案だと。でさらに最後に、わざわざ聞く隊員の質問に触れております、まさに学問の自由を訴えた 当時の南原東大総長、今回の法案が通れば南原さんのように政権に対する総長は永遠に現れないだろうと、まあ、今日大学の、ね、先生方、まあ、東大総長、まあ、私も東大総長にもここで意見表明していただいたらと思いましたけども、やはりいろいろ聞いてみると、やはり政府に異論を言うのは難しいと公の場で間接的にそんなふうにも伺いましたよ、永遠に現れないじゃないですか、こういうまさに文科事務次官経験者ですらこう言ってるんです。そこでちょっと確認しますけども、これあくまでですね、この委員の任命不適切な委員以外は拒否しないと答弁確認を今取りましたが、この承認は改めて確認しますが、今の答弁にのっとったあくまで形式的なものということで理解よろしいですか。森山大臣、まあ何度も繰り返しになりますけれども、答弁は今いただきましたが、まさに学術会議はそれでもそれで総理答弁すらあった中で任命拒否問題が起こり、今も説明拒否してんですよ、人事のことだからって。これ形式上と今答弁しててもですね、まあ全く現場がなぜ仮に運営方針会議の委員、つまりまさに学長より上に位置づけられかねない運営方針会議の委員が任命拒否される、その上位にある文科大臣によってですね、形式と言いつつも拒否してもそれは形式的な承認に反していないと、しかし人事のことだから説明できないと言われた場合に何にも担保されないんですよ、大臣が私に答弁いただいている法律的に何にも担保されてないんですよ。だからやっぱりこれね、答弁は重要ですよ大臣、我々も法律と同じような効力を持つと信じたい、あるいはそう信じてこの間質疑もしてきてるんですよ。だけどその答弁が破られてきたんですよ、学術会議の任命拒否問題。したがってこれ本当に懸念を払拭するということであれば、この大臣による運営方針会議の委員、これ承認、この部分を法律から削除すべきじゃないですか、いらないじゃないですか、なぜいるんですか。これまでのさまざまなこれ法改正の中で運用するべき中での会議、いろいろリバイスしてきたじゃないですか、その検証うまくいったかどうかすらやられてない、そんな中でまたここを出してきて不要じゃないですか、これ大臣の承認削除していただくことが一番の疑念懸念を払拭することにつながるんですよ。大臣、削除いただけませんか、この項目を。日本学術会議は行政機関であることから、国立大学法人とは性格が異なるものであります。それぞれの組織における内閣総理大臣や文部科学大臣の任命に関する考え方も異なるものとなるということをまずご理解いただきたいと思います。現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営に関するすべての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申し出に基づいて学長を任命することとなっております。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に委譲することから、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上主務大臣の関与として文部科学大臣が承認するという手続きを規定することとしております。文部科学省としては多様な専門性を有する方々にも運営に参画していただきつつ、さまざまなステークホルダーとともに真に活動を充実させていくためには、大学自らが運営の当事者としてともにその発展に取り組んでいただきたい。まさに学術会議の、まあ、任命拒否問題、まあ、私は根っこは同じだと思いますが、まあそのまあ、性格が異なるということはあったんですが、まあ、これ性格が異なるとしてですね、現場はさらにだからこそ、実は学術会議の会の任命拒否以上に、大学のまさに学長の上位に運営方針会議、それを文科大臣が、まあ、承認権拒否権があるとすれば、学術会議の
会員の任命拒否以上に委員の任命拒否より容易になるという懸念を持ってるんですよ。なんでそうなんて当事者にじゃ聞いてください。ぜひまた参考人やりましょうよ。今日もおいでですから参考人に、当事者が、あの傍聴席に。なんでそうなるんだ。そうなんですよ。なんでそうなるんですか大臣。まさに今回の法律の立てり、この運営方針会議の任命権拒否権、そしてもっと言えば今日も通告してますが、運営方針会議が、まあ要は文科省がまあ、こう求めているような方向性に委員に沿わない場合は、まあいろんな委員の任命や、まあ監査とかいろんなこの運営方針会議への委員の任命権を持って、まあ要は事実上コントロール介入できるというふうに法律の立てりを現場が受け止めてるから、より容易になるという懸念が出てきてるんですよ。ぜひですね、これ私もちょっと到底今の答弁では懸念は払拭されるどころか深まっているんですね。それでより深まっているこの実例を挙げますが、例えば旭川医科大の問題はもう本当に学長の解任問題、現場は学長選考会議で、まあ、いろんなことがあってですね、私も承知してますが、 とてもじゃないけど学長にふさわしくないということで、現場からは解任すべきだというのが上がってきたけど、文科大臣は当時拒否してるんですね。ところが北大、同じ北海道の、まあ、政府と文科省といろいろ、まあ、例えばそれこそデュアルユースのような研究をなんか拒否したとかいろんな話聞いてますけども、要は反りが合わない、そういうこともあって、実際にはパワハラで辞任に追い込まれた。文科大臣がそれを認めた。しかし今裁判で大学側が公式文書としてパワハラを認定していないんですよね。つまり通告をしておりますが、今回ですね、学長選考監察会議の意向も組まずにですね、聴取対象者、場合によっては学長ですよ、まさに。そういった方々が辞めさせられたり、辞めさせられなかったりですね。しかも現場の意向を無視してですよ。自主性、自律性どころか現場の意向を無視して、そういうことが現実に起こっているんです。すでに。この起こっていることをさらに助長する内容になっているから、問題だと言ってんですよ。運営方針会議の委員の任命、承認、拒否権も含めて、こういう、辞めさせるべき学長を辞めさせない。辞めさせなくてもいい、辞めさせちゃいけない学長を辞めさせる。こういうことになってきてるから問題だと言ってるんですよ。今回の法律も立てりもそうですよ。運営方針会議の学長への改善措置要求、そういう立てりになってますよ。21条8の2項。これそうしないためにどういう手立てを講じるんですか。何度も答弁している通り、その明らかに不適切、あるいは違法性が高い、今そういうような場合以外、我々としては恣意的な運用するつもりはないと明言しているわけです、ありますし。その私だって答弁信じたいけど、答弁したことと違うことやってきてるんだから、政府は、任命拒否で。しかもそのこと説明しないんだから、人事のことだと言って。同じことできちゃいますよ、やっぱり今の答弁では。形式的には拒否できない、しない。だけど拒否した場合には人事のことだから説明できない、しない。旭川医科大のこと、これおかしくありませんか、大臣。あるいは北大のこと、これ裁判、これ私も注視してますが、この結果が出てくるわけですね。まさに文科大臣自身が学長を辞めさせる、辞めさせない。恣意的に実際の対応を今後もさらにこれやりかねないという懸念払拭できません。ちょっと通告している部分、次のことも重要なので、運営方針会議の権限ちょっとまとめて聞きますよ。3つ通告してますけども、これもですね、これ権限、中期目標、計画、そして予算、決算などの重要な運営方針事項についてはですね、運営方針会議の決議により決定するんですが、これ外部委員が含まれてくるわけですね。で、しかもまあ、これまさか天下り OB とか現役出向とかないと思いますけど、まあ、否定できません。さらにはそういった重要な計画、目標、決算、予算、大学の根幹に関わる案件の決議決定を学外委員に委ねることになればですね、これまでまさに大臣が答弁されてきた、尊重すると言ってきた大学の自主、自律性、自主性が脅かされるという現場の懸念が、昨日の院内集会でも大変沸き起こっているわけですね。こういった現場の懸念はどう歯止めがかかるんですか。そして学長への改善措置要求21条の6項、これもまさに政府の文科省の意向が反映できない場合は、運営方針会議を通じて学長のまさに、選任や解任においてすら、そしてまた実際の運営についてもコントロールできる仕組みになってるじゃないですか。これらの懸念、どう法律上歯止めがかかってるんですか。お答えください。森山大臣。繰り返しになりますけれども、運営方針には大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外を問わず人選していただくことが重要であります。その上で運営方針委員の任命にかかる文部科学大臣の承認については、大学の実勢、自立性に鑑み、
国立大学法人からの申し出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと整理しているところです。また、中期目標に関する意見や中期計画の作成等については、経営協議会や教育研究評議会の審議などを経て、学長が原案を作成し、その原案について運営方針会議が議論して決定することになります。従いまして、運営方針会議の設置により、大学の自治が脅かされるというご指摘は当たりませんし、我々がその結果をこう誘導するといったようなことは全く考えられるものではありません。委員長。猪木道義君。持ち時間来たんでまとめますが、これですね、なんか最後の答弁は、まあ、ちょっと菅総理とか、安倍総理もこの点に関してはね、私、やっぱり当たらないというご答弁は、対応されてきましたが、根拠が伴ってないんですよ、実態も。これぜひですね、私、今の答弁の段階で、むしろより懸念、疑念は、さっき傍聴の方の顔を私、伺いながら質疑してましたが、皆さん、首をかしげておられますよ、ますます懸念が深まっている、したがってですね、これ、まさにこの後同僚委員がやってくれますけれども、まさに当時の独法に国立大学を変えていた時の文科大臣、元東大総長の有馬先生もですね、失敗だったと述べているんですね、独法化は。運営交付金どんどん削られて、そんなはずじゃなかったと。そしてまさに大学の自主性、自律性が損なわれてきたと。この検証もなされていないし、結局ですね、私はこれ、岸田内閣見ていれば、昨日も岸田総理、給与アップ法採決されて成立しましたけれども、国民にためになる物価高対策は後回し、自分たちのためになることは前倒し、おまけに大学や学生さんたちのまさに懸念、助長するような法律をまさかよもや今日野党質疑1日で私採決することはありえないと思ってますが、ぜひこの後の委員の質疑もしっかり踏まえていただきまして、委員長にはですね、我々の質疑、大臣の答弁よく聞いていただいて、まさに筆頭間で今後の議事について継続協議になっておりますので、そのことを最後に強く求めて私の質疑を終えます。ありがとうございました。